ゴスフォードの置ゴスフォードは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の都市である。州都シドニーの北約8 0キロメートルに位置し、ブリスベンウォーターと呼ばれる入り江の北端に面する。ニューサウスウェールズ州において、シドニー大都市圏、入滑する都市圏に次ぐ、第3の人口を有する、セントラルコーストリージョンに属す。地方自治体としてのゴスフォード市は、人口約15万8000人で、 これはオーストラリア第18位の多さである。他のニューサウスウェールズ州東岸部と同様温暖湿潤気候に含まれる。ヨーロッパ人の入植以前、この地域にはカリンガイ部族をはじめとしたアボリジニが居住していた。1788年、ニューサウスウェールズ州初代総督、アーサー・フィリップがヨーロッパ人として初めてこの地を訪れた。 入植が始まったのは1823年のことで、1839年に当時の総督であったジョージ・ギプスによりゴスフォードの地名が与えられた。ギプスの友人であった第二代ゴスフォード博、アーチボルド・アチソンにちなむとされる。1889年にはシドニーへの鉄道が開通し、1930年にはパシフィックハイウェイがゴスフォードまで開通した。 ゴスフォードの市街地中心部、マンドーリから南方を眺める商業地区のメインストリートは南北に伸びるマンドーリであり、パシフィックハイウェイの一部でもある。パシフィックハイウェイは以前は海沿いに東へと向かっており、今は市街地内を通過する間に様々な名前で呼ばれつつ全体でセントラルコーストハイウェイとなっている。マンドーリに面してシティレールのゴスフォード駅がある。 ブルータンスタジアムの空撮市街中心部にあるブルータンスタジアムは2005年よりサッカー A リーグのセントラルコーストマリナーズ FC のホームスタジアムとなっている。また2007年に1シーズンだけ行われたラグビーの全国リーグオーストラリアンラグビーチャンピオンシップで優勝したセントラルコーストレイズのホームスタジアムでもあった。ゴスフォード氏はカキの敷くと 姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。